こんにちは、澤田由美子です。気持ちの良い日々が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、三鷹市の市政の動きをお伝えするみるみる三鷹、今回は三鷹市のゴミ収集事情について取り上げます。また9月24日に井の頭公園西園で開催されたミショップワールド三鷹国際交流フェスティバルの模様も合わせてご紹介します。清原市長の一言コーナーともども、どうぞ最後までごゆっくりとご覧ください。さて、それではまずはじめに、三鷹市での家庭ごみの収集状況についてのご紹介です。市では、昨年の2月に、ごみ減量と資源物のリサイクルの徹底を図る目的で、分別収集のルールを改正しましたが、このほど実施後1年の調査結果がまとまりました。本日はゴミ対策課の斉藤課長補佐に、この調査結果について詳しくお話をお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。今日は三鷹市での家庭ごみ事情といったことについていろいろとお話をお聞きしていきたいと思いますが、はい、調査では期待以上の結果が出たようですね。はい、昨年の分別ルールの改正はゴミの減量とリサイクルの推進を目的とするものだったのですが、調査結果を見てみますと想像以上に大きな成果が上がっております。こちらのグラフを見ていただきたいのですが、まず家庭ごみを代表いたします可燃ごみと不燃ごみの推移です。改正前の平成16年度と改正後の平成17年度を比較したものなんですけれども、ご覧の通り可燃ごみでは38,531トンから35,841トンへ、不燃ごみでは5,730トンから2,094トンへ大きく減っております。以前はですね、年ごとに、増加していたり、あるいは横ばい状態であったものですので、この変化を見ますとかなり大きな変化と言えると思います。続きましてこちらが資源物の推移となります。古紙や古着、プラスチック類、ペットボトルなどいずれもがご覧の通り大幅に増えております。これは今まで可燃ごみや不燃ごみに混じって出されておりました古紙や、プラスチック、ペットボトルなどの資源物が分別されて出されることによってゴミの減量が大きく進んだと言えると思います。すごいですね。この調子でいきますとさらにゴミ減量が進んでいきそうですね。まあ、そうなっていくといいですけれどもね。まあ、と言いますのも、まあ、他の市などの事例にもあるんですけれども、改正の直後というのは皆さんの気持ちも引き締まって成果が上がっていくのですけれども、だんだん元に戻ってしまうということがあります。ですから今回はとても素晴らしい結果が出ましたので、これからも今までと同じような心がけで引き続きゴミの減量とリサイクルの推進によろしくお願いしたいと思います。そうですね、油断をせずに初心を忘れずにということですね。それにしてもゴミを減らすことの大切さというのは、まあ、地球環境を考えると当然のこととは思うんですけれども、それ以外の理由というのもあるんでしょうか。はい、そうですね、まあ、ズバリ言いますと、最終処分場の事情になるんですね。三鷹市を含みます多摩地域の市や町ではゴミを中間処理いたしまして、残りました灰などを日の出町にあります二つ塚最終処分場というところに埋め立て処分をしております。この処分場がですね、いっぱいになりますと、まあ、他に代わる代替地というものがもうありません。ですので、できる限りゴミを減らし、またリサイクルをできるだけして、処分場の延命を図らなければならないというのが実情です。まあ、すでに、家庭ゴミを有料化した市や町などがありますけれども、まあ、その目的もですね、有料化をきっかけにゴミの減量に真剣に取り組んでもらいたいということなんですね。まあ、幸い三鷹市では市民の皆様のご協力により、素晴らしい結果が出ておるんですけれども、まあ、改めてこれからもどうぞよろしくお願いいたしますと失礼します。わかりました。ゴミ減量のポイントの一つというのが資源物の分別のようなんですけれども、はい、このことについて市から特に市民の皆さんにお願いしたいこと、注意したいことっていうのはありますか。はい、そうですね、まあ、最近はですね、
見ただけでは何の素材でできているのかわからないというものや、まあ、あるいは金属とかプラスチック類などが組み合わさって、まあ、一体どこの分類に入れればいいのかなというようなことがあるかとは思うんですけれども、まあ、特に気をつけていただきたいのは資源物の汚れです。リサイクル処理というのは、まあ、他のものが混ざっていないということが前提になるんですけれども、汚れているということも、まあ、大敵なんですね。例えば、ジュースの空き缶とか、シャンプーとかマヨネーズは、まあ、その他のプラスチック類のような容器なんですけれども、こちらも中身を空にしていただきまして、軽く水でから出していただくといいですね。なるほど。小さな心遣いが大切なのはゴミ出しについても言えるということですよね。私もきれいに汚れを落としてから出し読みいたします。本日ありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。今回の調査結果は三鷹市民の市民意識の高さを物語っていると言えそうですが、この心構えをこれからもですね。それでは次に、9月24日に井の頭公園西園でにぎやかに開かれたミショップワールド第17回三鷹国際交流フェスティバルの模様をご紹介しましょう。今回で17回目となったミショップワールド三鷹国際交流フェスティバルは、市民による年に一度の国際交流イベントです。この機会ですね、大いにエンジョイしてください。心の交流を深めていくことが何よりも平和の基礎です。広い会場には外国人の方々とおしゃべりなどを楽しみながら気軽にコミュニケーションを図るコーナーや、各国の民芸品や珍しい食べ物を用意してのテントショップ、世界の民族音楽などが次々と登場しての特設ステージなどが並び、終日たくさんの来場者でにぎわいました。このイベントは国際感覚を身につけるとともに、市民の手で市内に住む外国籍市民の支援活動をと活動を続けている財団法人三鷹国際交流協会ミショップの主催によるもの。企画も準備も当日の運営も市民ボランティアが中心となって行われています。国際化というと何か特別のことのように思いがちですが、言葉や国籍が違っても視点を変えればみんな同じ地球市民。仲良くゲームに興じたり、記念写真を撮り合ったり、会場にはそんないくつものコミュニケーションの輪が広がります。最近は何かとぎくしゃくしがちな国際状況が目立ちますが、それだけに市民レベルでの交流活動はますます重要になっているようですね。それでは続いて清原市長の一言コーナーをご覧ください。皆さんこんにちは。三鷹市長の清原恵子です。10月に入り、ますます秋の色が濃くなってきました。
市内の幼稚園、保育園、小学校では運動会の季節を迎え、本当に素晴らしい、はつらつとした子どもたちの姿が輝く声とともに響いています。私たちにとって子どもたちの元気ではつらつとした姿は本当に宝物ですね。けれども報道によりますと、日本全国で相変わらず幼い子どもたちが被害者となる交通事故やあるいは事件の報道が絶えません。本当に心が痛む、そうした出来事が続いていますが、三鷹市では何よりも安全安心のまちづくり、そして子ども子育て支援のまちづくりに力を入れています。これからも次の時代を担う子どもたちを大切に大切に安全にする政策を強化してまいります。市民の皆様にご協力をいただいている安全安心市民共同パトロールも24団体600人を超す市民の皆様にご協力ご活躍をいただいています。事業所も加えると1000人もの方が安全安心パトロールをしてくださっています。市では三鷹警察署、そして三鷹市教育委員会と協力を しながら、この2月から安全安心メールを配信しています。まだ登録をされていない皆様もぜひ登録をしてください。パソコンあるいは携帯電話から maam@req.jp、 そのアドレスにどうぞ空メールを送ってください。そうしますと登録をする方法をお伝えしています。皆様に正しい情報をお伝えし、犯罪を防ぎ、そして安全安心度を高める取り組みです。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。それではまたお目にかかります。はい、それでは最後に10月17日に行われる行政特設相談についてのお知らせです。行政相談委員は国や市、公共機関などへの市民の苦情や要望に対応するために設けられている制度です。10月16日から22日までの行政相談週間にちなみ、10月17日火曜日に三鷹市役所1階ロビーで行政特設相談が行われます。時間は午後1時から4時までで、4名の相談員が対応します。なお毎月第1金曜日には行政苦情相談を市役所2階で実施しておりますので、合わせてご利用ください。お問い合わせは三鷹市役所相談情報センターへどうぞ。いかがでしたでしょうか。今回のみるみる三鷹、今年は梅雨以来異常気象が続いているそうですが、そのためか秋の訪れも例年とはちょっと違うようです。この時期は日本各地で様々なビッグイベントが目白押しだけに、天気予報に一喜一憂している主催者の方々も多そうですね。それでは次回をどうぞお楽しみに。